招かれざる客ではあるが、まあいい。一応ようこそと言っておこうか。元ナンバーナインも久しぶりだ。結社を抜けたとは聞いていたが、破壊殿と黄金蝶が名残惜しそうにしていたよ。ご冗談を。そんな方々ではありませんわ。その娘はうつろでした。暗黒時代より続いてきた闇の暗殺組織月光木馬団、13歳にしてその第二の使い手だったそうです。少女に与えられたのは受け継がれた視線という意味なと、クルーガーという号だけ。感情も持たぬ暗殺人形として任務を遂行するだけの日々でしたが、ある時組織存亡の危機が訪れます。見くらう蛇、当時まだ新興勢力に過ぎなかったかの結社と水面下で全面衝突したのです。ですが強引に検定、鋼の聖女まで圧倒的な強者たちを前に総崩れとなり、木馬団は消滅してしまいました。後に第四柱となる千の破壊者とナンバースリーとなる黄金蝶、そしてナンバーナインとなる視線を結社に吸収される形で